こんにちは、ナコールハッピー結婚しようチャンネルです。いつもご覧くださりありがとうございます。ボイスノートマガジンというね、アンケート結果とお役立ち情報が掲載されているリサーチマガジンでね、1700人が選んだ温泉が魅力な都道府県ランキングというランキングでね、群馬県が1位だったということです。前回ね、6位までお話ししましたが、1位が草津温泉、2位伊香保温泉、3位万座温泉、4位奥軽井沢温泉、5位水上温泉、6位四万温泉、ここまでねお話ししました。7位猿ヶ京温泉、8位追い神温泉、9位妙義温泉、10位が奥利根温泉。前回ね、6位の四万温泉までお話ししましたので、今回ね、猿ヶ京温泉からのお話と日本のね、温泉数のランキングのお話です。猿ヶ京温泉が谷川連峰三国連山に包まれ、三国街道をね、往来する人々はね、峠越えの疲れを癒すための宿場町として栄えたということです。猿ヶ京温泉観光協会の公式サイトでは、猿ヶ京温泉の名前の由来はね、永禄3年1560年、有名な戦国武将を上杉謙信が越後から三国峠を越えて、この辺り、当時はね、宮野と呼ばれていたそうです。そこにね、やってきた時のお話だそうです。でね、どこまでも広がる大地に立って、やはりね、果てなく広がる空を見て、この地を治めたいという強い衝動に駆られたそうです。で、その夜ね、謙信はお酒を飲んでね、気持ちよく眠りについたところで、なんとも奇妙な夢を見たそうです。なんかね、宴の席でご馳走を口に入れた途端に、前歯がね、一気に8本も抜けて、手の中に落ちてしまったという夢だったそうです。でね、その戦の直前に嫌な夢を見たって家来に話すと、家来がね、片っ端から関八州を手中にするというね、縁起のいい夢でございますって家来が言ったそうです。その日はちょうど寒衛猿の年で、猿の月、猿の日で、そして謙信の生まれた年もね、猿年だったことから、この地をね、猿が京と改めるぞって謙信がね、上機嫌だったというね、逸話があるそうです。この猿が京が訛って文字も変わって、今のね、猿が京と呼ばれるようになったって書かれていました。泉温は摂氏42から58度、泉質は塩化物泉だということです。追神温泉、公式サイトから抜粋すると、四季折々のね、高山植物が楽しめる尾瀬国立公園と沼田を結ぶ国道120号線、通称がね、日本ロマンチック街道っていうそうです。そこをね、尾瀬日光方面にね、向かって山道を30分ほど走り、少し入った片品川沿いの温泉地のことを追神温泉と呼ぶそうです。周囲を山並みが囲み、片品川に沿った斜面に旅館やね、ホテルが立ち並ぶ山の温泉地だと言います。利根川支流の中で大地の美しさと称される片品渓谷や引き割りの滝などの豊かな、ね、自然が魅力で、尾瀬観光の拠点としてね、にぎわっているそうです。追神温泉の歴史は古く、その昔ね、赤城山の神様が蛇で、日光南大山の神様がムカデで、戦った時にね、弓で射られた赤城山の神様が赤
赤城山山麓に矢を突き刺すと、たちまちお湯が湧いてきたのが始まりというね、逸話があるそうです。赤城山のね、神がそのお湯にね、傷を浸すと、たちまち治って南泰山のね、神様を追い払うことができたことから、追い神と呼ばれるようになって、それが現在のね、漢字の老いる神様になったって伝えられているそうです。泉質は代表的なものが単純温泉で、宿泊施設数が13、年間浴客数が165,355、これはね、括弧して2019年度推計入れ込み数と書いてありました。妙義温泉が、妙義温泉はね、美人の湯とも言われるそうです。地下ね、2000メートルより湧き出る泉質は炭酸水素塩泉で、6000万年前の太古のね、海のエキスをふんだんに含んでいて、他のね、温泉ではなかなか体験することができない、肌にね、まとわりつくようなとろりとした肌触りが特徴だということです。つるつるすべすべの極上のね、温泉体験をお楽しみくださいって長寿館のね、サイトに掲載されていました。で、またプロが選ぶ日本のホテル100選に優先した妙義グリーンホテル&テラスもあるそうです。大浴場からは日本三大奇景の一つである妙義山が生み出す四季折々の、ね、大自然を望むことができるといいます。また妙義ふれあいプラザ、妙義温泉、もみじの湯、これがね、日帰り温泉みたいですね。そこのね、泉質はナトリウム、炭酸水素塩、塩化物、冷光泉って書いてありましたね。括弧してね、高調性弱アルカリ性冷温泉と書かれていました。温泉効能は神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺などということでした。順位がね、奥登根温泉でしたが、水上温泉郷に含まれているので、ちょっとね、判別ができず、水上温泉郷ってすごく広いんですよ。で、判別ができず、奥登根温泉としてもね、掲載がちょっと見つからなかったので、今回ね、奥登根温泉については原稿が書けませんでした。なのでね、群馬のね、温泉数を調べました。群馬県にはね、27市町村に453の温泉源泉があって、温泉地は96箇所あるそうです。これはね、平成30年度末の結果だそうです。そして7種類のね、泉質と種類が豊富なのも群馬のね、温泉の特徴といえると、群馬県のね、健康福祉部薬務課温泉係のね、記事が掲載されていました。また温泉の、ね、多い都道府県ランキングで、環境省のデータによると、令和2年度温泉利用状況としてね、都道府県別の温泉地数ランキングでは、1位は234箇所の北海道、2位が197箇所の長野県、3位は144箇所の新潟県、4位は132箇所の福島県、5位が127箇所の青森県、6位が119箇所の秋田県、7位が115箇所の静岡県、8位が96箇所の先ほどお話しした群馬県、9位が89箇所の鹿児島県、10位がね、83箇所の岩手県と山形県が同数となっていました。やはりね、面積の広い都道府県の方がね、
温泉地が多いようですね。温泉地選びのね、ご参考になれば幸いです。最後までご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。コメントなどもいただけますと励みになります。